今日は 5000m まで行ってきます。はい、すごい風です。今日はすごい風。上はすごかった、ガスが戻ってきました。飯が食える。すげえ風だ。うわー、揺れやばいね。あれもう見えないもん、行ったとこがやばいよこれ。これがモンベルの枕付きと、これモンベルの伸びるっていうやつですね。フィルパワー900っていうすごい質のいい段。お、すごい軽い、めっちゃ軽い。900でもないです。あったかそうですねこれ。高いあやったかいけど、まあその何がパルバス何がにやったらすっごい軽い。エベルスなんかはワンピース着るんで、これで十分なんですよ。ワンピースで何が入るかすごいな。めっちゃ軽い。これいいですね、このセット。いいでしょう。ああ、これいいですね。へえ。なるほど。これはなんていう、なんか種類があるんですか。ダウンハガー。ダウンハガー900の1、これ1から234って。1しかない。ダウンハガー900は1しかなくて、はい、700とか650はエクスペディション0123なんです。これ 3ランク目の重さ、ダウンの量。でもフィルパワー900なんで、膨らみ方がやっぱり多いんで、1で。あったかいこれ。すごいですねこれ。いい。あと雪がこう霜が降りてくるときは、落ちてきた霜がここに入って寝袋濡れないんですよ。へえ。ここに雪が入るんですよ。で通常はこっちモードですか。まずこっち引いてから。平らなとこだったらもうこっちが上でいいんですけど、傾斜地だったらこっち上にした方が体がここで滑らないです。へえ。ケースバイケース。ね、しかもあったかいんですかこれ。これはすごいあったかいですよ。触ってるとね、わかるの。え？テントの中で寒いところにこれ引くと、ここで膝を乗っけただけでもこう。あったかいですよね。これあと畳んだら椅子にもなるんですよ。へぇ、ね、使い道がすごい。そうだ。僕のはなんかちょん切っちゃったんで、短いの。これなんか短いのもあったんですけど、私はちょっとパタパタって畳んで、枕見てちょっと厚さを。はい、いや僕のもこれだったんですけど、2ブロック切って、これ足型に切ってテントシューズの中に引いてたんです。短くなっちゃったんですよ。
この空気に触れて凍ったのがここに溜まるから寝袋が濡れないんですよ。へえ、まあ、そういう寒いところであるんですけど溶けないからどうせ濡れないんですけど、うん、いいですよ。あ、